ビームサントリーは、アメリカ合衆国入りの異周、ディアフィールド日本を置く上流種生産者。サントリーホールディングスの機能市会社。主な生産品は、バーボンウイスキー、テキーラ、スコッチウイスキー、カナディアンウイスキー、ウォッカ、コニャック、ラム酒、コーディアル、レディーツードリンクの予根カクテルなどである。現在のビーム社は、アメリカンタバコカンパニーを起源とする。 多角企業の持ち株会社フォーチュンブランズが1967年にジムビームを買収して参加とし、その後、上流種や関連商品に特化した業態を構築するため様々な関連しない生産ラインを分社、売却した後、2011年10月3日に個別の企業として設立された。2014年1月13日、サントリーは136億ドルで、 ビーム社を購入する契約を公表した。買収は最終的に160億ドルで行われて2014年4月30日に完了し、ビーム社はビームサントリーになることが公表された。買収後、同社株は上場されていない。同社は卸売業者、本社及び子会社の直接生産のブランドに加え、デカイパーのコーディアルのような他社の生産ブランドの 輸入や販売も行っている。加えて、ビームの工場は、ラクスコの持つカルバートエクストラ銘柄のような他社の所有するブランドの蒸留酒も生産している。なおサントリーによる買収により、サントリー種類が製造、販売する種類のうち、ウイスキー等の蒸留種類について、当社に業務が移管された。また2014年10月1日のサントリーグループの再編に伴い、 サントリー種類のうち、ビール関係部門を別会社、サントリービールに異常させ、サントリー種類は上流種部門に特化した上で、ビームサントリーの参加に置くことになった。世界各地で種類を販売してきた自負を持つビームの幹部、社員とは、買収直後は意見や社風の相違があった。サントリーは、人材育成プログラム、サントリー大学にビーム社員を招いたり、創業者、 鳥居新次郎以来のサントリーの標語、やってみなはれや、社会貢献も重視する、利益三分主義を共有したりすることで融和を図り、共同開発商品を送り出すに至っている。2011年12月16日、ビーム社は当時存在した、唯一の独立系アイリッシュウイスキー蒸留酒、製造会社、クーリー蒸留所の9500万ドルでの買収に合意した。 2012年4月23日、同社はビームがピナクルウォッカとキャリコジャックラムの銘柄を6億ドルで取得することを決めたと公表した。ありがとうございます。